手が未知数であります。この男入場してまいります。全てが未知数であります。この男入場してまいります。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。お気をつけください。あっとキャッチした。あっと叩きつけてまいります。リング内に戻ります。ロックアップ、強烈に打ち込みます。腰を落とします。あっとエルボー、そのまま叩きつけます。行くのか、ロープに飛ばした。ボディアタック強烈、踏みつけてまいります。組み合います。場外に落とします。リング下に降ります。組みに行きます。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。お気をつけください。そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。行くのか、ストマックに突き刺さります。組みに行きます。打ち込んでまいります。キックを打っていきます。ハート強いですね。いい心臓してますよ。思いっきりがいいですね。リング下に落とします。リング下に降ります。乾いた音が館内に響きます。お気をつけください。張ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。足を殺してまいります。リング内に戻ります。組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。ロックアップ、お気をつけください。抱えます。エルボーを入れていきます。リング内に戻ります。行くのか、場外に落とします。リング下に降ります。タックルぶちかわし、起こします。蹴ってまいります。掴みます。チョップであります。リング内に戻ります。張ります。掴んだ、弓を引くナックルであります。ストンピングです。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。腰を落とします。エルボー、組みに行きます。あっとそのまま投げてまいります。あったあった、晴れて攻撃、抱えます。肘を打ち込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。テイクダウン、ストンピングを叩き込んでまいります。腕をフックします。打たせません。腕をフックします。させません。組み合います。
あっと、そのまま倒します。ストンピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、そのまま倒してまいります。起こしてまいります。抱えます。リバースで返します。ラフ殺法に転じます。掴みます。顔面を狙ってまいります。おっと、逆に捉えた。強烈に叩きつけてまいります。相手を挑発してまいります。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。ラリアット、抱えます。10分経過、10 minutes passed。 あっと、リバースで返してまいります。掴んだ、キックで返します。腰を落とします。リバースで返します。ストンピングです。スタンディングを取らせます。テイクダウンを奪います。バックからエルボーを入れていく。あっと、エンジンへのエルボー攻撃、聞いてますよ。はい、頭突きを打ち込む。グラウンドから肘を入れていく。グラウンドでヘッドバットを入れていく。抱えた、バックを取って抱え上げて、バックドロップ。コブラクラッチに取った、絞り上げる強烈、フロントに捉えた、膝頭を入れていく、ハンマー気味のパンチ。腕をフックした、ジャンピング DDT。 さあ、首をかっ切った、ラリアット投げ倒し、引き起こす、起こした、引っこ抜きか、脳天食い打ち、タイルドライバー、片エビに持ち込む、カウント3つ、カウント3つ入りました。レスリングモンスターが入場してまいります。まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。ロープに振ってパワースラム、フロントからのキック。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。パンチを打ち込んでまいります。あっと、エルボー、
キックを打っていきます。抱えます。蹴ってまいります。組みに行きます。そのままグラウンドに持っていきます。あっとパンチであります。今カウンター気味で入りましたよ。はい、いいのが入りましたね。腰を落とします。リバースで返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。ローを打ってまいります。強烈に打ち込みます。フロントに捉えます。2位を突き上げます。蹴りを見舞ってまいります。鋭いパンチ&キックといった打撃に関してはスペシャリストであります。この男、その一発 KO の可能性のある一連の打撃攻撃はまさに脅威の的であります。さあ今宵も打撃の嵐が吹き荒れるのでありましょうか。抜けてまいります。行くのか。あとリバースで返してまいります。ラフ殺法に転じます。引き起こします。あとパンチです。テイクダウン。ストマックを狙ってまいります。グラウンド状態からのパンチ攻撃、ストマックへの攻撃であります。外してまいります。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。起こします。テイクダウンを奪います。ロックした方がいいですね。そうですね。ああ読まれてますね。はい、外した。組み合った。倒していった。ナックルを打ち込む。腕をフックした。あっ、逆にパンチさせません。フロントに捉えた。あっと返した。小脇に抱えた。エルボーで返す。あっ、捉えたか。これはダメージ大きいですよ。ああ、ジョークスリーパー。抱えた。フロントからの投げに転じる。起こした。あっと、顎にヒットした。バックに回った。チョークで締め上げる。ガジェット組み合った。正面から投げていった。ヒールホールド。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマー気味のパンチ。長田ロック2ががっちりと決まった。抜くのか。ハンマーパンチ強烈。抱えた。エルボーを入れていく。いけるか。強烈ダイヤモンドカッター。スリーパー、チョークに入った。